昨日9月の15日にドラクエ10オフラインが発売されましたが、皆さんご存知でしょうか。ご購入された方がね、どの程度いらっしゃるかわかりませんけれども、私も早速購入いたしまして、今隣でね、浮いているのが、早期購入特典のふわふわネルゲルということになっております。で、9月の15日発売日、発売直後といいますかね、9月の14日の深夜といいますかね、少しプレイしてみたんですね。ですので、今回はその感想といいますか、ドラクエ10オフラインがどんな感じなのかとか、買おうかどうかね、迷っている方に参考になるかどうかわかりませんが、判断材料の一つにでもしていただければいいかなと思っております。実際プレイしている様子も生配信をしておりまして、アーカイブもね、ありますので、よければそちらもご覧ください。で、今この動画を収録している段階では、2時間程度ね、2時間ぐらいプレイした状態で、最初のエテーネ村のお話をクリアして、ドワーフに転生したところまでしかまだやってないんですけれども、この後、アグラニの街のストーリーを進めていくという感じですね。ですので、まだ本格的に始まっていないと言いますか、むしろここからがスタートという感じですので、システム的な変更点とかね、まだあんまり分かってないんですが、最初の2時間をやったところで感じたことなんかをね、お話ししていきたいと思います。で、私が一番感じたのは、こうやって約8年にわたって、ドラクエ10のオフライン、オンライン版ですね。オンライン版をプレイしてきたわけですけれども、今は、オンライン版では、バージョン6まで、ストーリーが展開されていまして、改めてね、オフライン版でバージョン1のストーリーをプレイしてみると、ああ、この時点でこういうことがすでに語られていたんだなとかね。この時点でここの伏線と言いますか、貼られていたんだなとか。そういう発見が非常に多い。っていうことですね。当時は何のことかよくわからなかったものも、特に、バージョン5でね、開発初期に想定されていたストーリーが一旦完結したということなので、バージョン5をクリアした後で、改めてバージョン1をプレイしてみると、新鮮と言いますか、新たな発見がたくさん見つかるということを感じましたね。バージョン1からストーリーをやり直すだけだったら、オンライン版であっても、サブキャラを作ればできるんじゃないかと思われるかもしれませんが、オフライン版であるとね、マップが、オンライン版のマップ非常に広いんですが、オフライン版だとマップがコンパクトにまとまっていまして、移動するのがかなり快適になっています。加えて、ダッシュ機能っていうのもあるので、あちこち行き来する際に、オンライン版と比べてかなり短い時間での行動が、移動が可能になっているんですね。ですから、一からストーリーをやり直したいという場合に、オンライン版のサブキャラクターで始めるよりも、オフライン版の方が、手軽に、ストーリーをね、進めることができて、楽しめるのか、というふうに思います。一方で、グラフィック面なんですが、これはすでにね、賛否両論出てしまっているんだと思うんですけれども、キャラクターがデフォルメされている点ですね。これをどう判断するのかというところになってくると思います。個人的には、デフォルメされたキャラクターも可愛くて気に入っているんですけれども、やっぱりオンライン版のグラフィックで見慣れている人にとっては、物足りなく感じてしまう部分もあるのかなというふうには思います。この辺は好みの問題ですかね。あと、キャラクターがデフォルメされた弊害としまして、
オンライン版、オンライン版ではね、イベントシーンで MV が挿入されるわけですが、オフライン版でも、オンライン版と同様ね、イベントシーンで MV が挿入されることがあるんですけれども、このムービーに関して、おそらくキャラメイキングの反映っていうのが難しい。ね。オンライン版だと、ね、私だとドワーフのね、キャラクターでやっているので、ドワーフのキャラクターがムービーの中に出てくるわけですが、オフライン版では、その、キャラメイクした、キャラクターがムービーに反映させるのが難しいのか、自分のキャラクターである、主人公のキャラクターであるとか、主人公の兄弟姉妹のキャラクターであるとか、見た目をプレイヤー側で決めることができるキャラクターっていうのが登場するシーンでは、ムービーではなく、通常の画面で、デフォルトされたマップとかキャラクターの画面で、イベントが進行していくんですよね。例えば、エテーネ村のお話だと、シンギさんとか、ネルゲルだけが登場しているシーンは、ムービーが流れるんですが、主人公が、兄弟姉妹に時渡りの術を使うところなんかは、ムービーが流れずに、通常の画面でデフォルメされたキャラクターたちが動き回って、イベントが進行していくという形式になっています。ちょっとね、口で説明すると分かりにくいので、ご興味のある方はね、実際プレイしている動画をご覧いただければと思いますが、迫力のあるイベントシーンでムービーが流れないっていうのは、ちょっと残念かなという思いはありましたね。ただ、デフォルメされたキャラクターが動き回っているっていうのも、これはこれでね、可愛くて見応えがあるものだと思いますので、この辺もこっちの方が好きだよ、みたいな、ね、好みの問題なのかな、というふうに思います。加えて、オフライン版の利点としては、やはり、バージョン1からメインストーリーにボイスがついているというところでしょうか。アマ様とかね、シーンさんとかはもちろん、村人たちにも声がついてますので、今まで、ね、やはりいかにもモブって感じだった村人たちも、一人一人ね、より個性が出ると言いますか、そういうところは、ボイスの魅力なのかな、というふうに思います。アグラニのね、シスターマレレさん、とかも、脇役って感じのキャラクターだったんですが、声がね、可愛くて、結構印象に残りますよね。その辺は、オフライン版ならではの良さなのかな、というふうに思います。あと一つね、注意しないといけないのが、これは仕方ないことなんですけれども、オンライン版と比べて、オフライン版は、選べる髪型だったり、髪色だったりが、結構少ないんですね。で特にドアコだと、先日国税調査で一番人気だったショートボブですね。ショートボブの髪型がなかったりとか、プクリポでも、国税調査で1位だった巻き毛の髪型、バトンちゃんとかがやっている髪型ですかね。あれがなかったりします。オンライン版は10年かけてね、少しずつ髪型、髪色が追加されていったので、オフライン版に最初から全部入れておけというわけにもいかないんですけれども、オンライン版での人気のある髪型っていうのがなかったりするので、その点注意が必要かなというふうに思います。2時間程度やっただけなので、これからもっともっとね、オフライン版の良さが分かってくるんだと思いますが、少しやった時点での感想としましては、私のようにね、バージョン1のメインストーリーを、かなり昔にやった、人にとってはね、もう一度ストーリーを一からやり直すように、非常に遊びやすい内容に仕上がっているんじゃないかなというふうに思います。オフラインなので、
自分のペースで遊べますし、デフォルメされたキャラクターも可愛いですね。ボイスもついていて楽しめますし、じっくりストーリーを追っていくというのに、結構快適なね、環境になってるんじゃないかなというふうに感じております。これから本格的にドワーフとしての冒険が始まるので、また違った感想が出てくるかもしれませんが、それはそれでね、またの機会にお話ししていければなと思っております。オフライン版の初日プレイですね。2時間ほどプレイした感想としてはこんな感じでしょうか。皆さんもね、やってみようかなという方は、ぜひね、プレイされてみてはいかがでしょうかというところで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。